倉庫のそこそこラジオ。いつ販売されるかわからなくて、販売されてもすぐに売り切れる速乾の人気アイテムなんですが、なんていう話です。どうも、関西で喋り手などをしております倉庫と言います。そこそこラジオというわけで、今回はピザオブデスパーカーの底がです。ピザオブデスというのはですね、レコード会社ですね、インディーレーベルで、あのハイスタンダードの横山健さん、僕がもう崇拝しているギタリスト、バンドマン、ミュージシャンである健横山さん、健バンドとして今はね主に活動されている健さんが社長を務めるインディーズのレコード会社で、インディーで100万枚をね超えるアルバムを、ハイスタンダード時代、ハイスタンダードのサードアルバムなどで記録している、そんなねもうインディペンデントなレーベルの先駆けなんですけども、そのレーベルのですねグッズというのがまあ人気で、パンクキッズといいますか、ロック好きがね手に入れたくなるような T シャツ、パーカーなどがあるんですよ。で、ライブでの物販も大人気でね、ライブ会場で販売されるそのツアーでしか手に入らない T シャツとか、ネットでは販売されないグッズというのが売られるわけですが、いつももう長蛇の列で、販売始まる前から、ライブ前も朝から行ってる子とかもいてね、僕も朝から並んで、限定のケンさんモデルのバンズのスニーカーをね、武道館公演の時手に入れたりとか、もう何度となく並んでおりますが、いろんなね人気のグッズある中でも、冬のこう定番といえばパーカーなんですよ。正しくはピザジップフーディーという名称で販売されているんですが、フーディーがこのスウェット地は英語では正しいみたいなんですけども、これがねいつ販売されるとも予告もないですし、で販売されてたのを知ってももう時すでに遅し、すぐに売り切れ、サイズなくなるっていうのが常で、もう冬の風物詩みたいな、次回は未定ですとか出てるんですよね、売り切れましたって言って。なのでもう買いたければ毎日そのホームページチェックしてないといけないですよ。販売されてないかな、販売されてないかな、そろそろちゃうかなって。で、僕がこのピザオブデスのジップフーディーを今ね、グレイとブラックがあるんですけども、その前にブラウン、茶色に黄色の文字でピザオブデス、そう、このパーカーはレーベルのロゴ、有名なロゴなんですけども、ピザオブデスレコーズっていうホンゴリアンさんっていう方がデザインされた、チーズが溶けてるようにも見えたり、血液が滴り落ちてるようにも見えるような、そんな、まあ、少しおどろおどろしい中にもポップさがあるピザオブデスレコーズのロゴが左胸と背中にデカデカ入っているパーカーで、見かけたことあるっていう人も多いんじゃないかなと思うんですよね。もう街でも特にフェスとかライブある時とかは着ていってる子多いですし、パンク系のライブ、ケンさんのライブはもちろんですけども、ロックのライブの時にはライブハウス会場周辺でそういうピザオブデスっていうねロゴを見かけた人、 T シャツとかもそうですし、電車とかでも見た人多いんじゃないかと思うんですが、そのパーカーがねやっぱ冬は欲しいんです。あったかいんですよこれ、また分厚い素材の14オンスなんで、しっかりした生地でね重宝するんですよ。このピザジップフーディーを僕が前回手に入れたのが、なんとこれちゃんとね、あのオーダーの履歴とかを残してくれてるんですよね、ピザが。その辺あのなんかキッズのことを考えてくれてるっていうかね、
前回買ったのがなんと2009年12月11日、12年前です。12年前にピザジップフーディーブラック購入しております。で、まあ、裏を返せば12年近く着れるというボディがめっちゃしっかりしてるオリジナルボディなんですけど、まあ12年は着てないですね。去年一昨年はね、もう袖のところがちょっとほつけてきたりね、裾のところも穴開いてきたりというような形で、もう厳しいな、クタクタなってきたな、そろそろ欲しいな、しかしなかなか手に入らない、いつ見ても売り切れだなっていうパーカーをですね、この冬こそは手に入れたいと、もう11月頭ぐらいから毎日欠かさず物販のグッズのページを見ておりまして、ついに12年ぶりにピザジップフーディーを手に入れました。ありがとうございます。 M サイズ、サイズも12年前と変わらず、体型も一応キープできております。ただ変わったのは、これはもうね、仕方ない世の流れでもあるのかもしれません。そういう記事とかもね、金額上がってますから。僕が12年前にピザジップフーディーを買った時は4800円、消費税240円、ということは 5% だったわけですね。4800円でこのジップフーディーが手に入っていたんですが、12年後の現在は単価7000円ということは2200円値上がりしましたか。消費税も 10% 倍になり700円、2200円上がってたかっていうことをね、履歴を見るまで気づかずに、まあそんなもんかと思って買ったんですけど、12年前はよりキッズに優しい価格だったということですが、でも多分今もこの7000円でギリギリなんじゃないかなと。ボディもいいですしね、その生産者の人とかにもちゃんとこうお金が入るようにって考えたら、この値段とかなんじゃないかなって僕はそう思いたい、多分そうなんだと思います。値上げやむなしということでね、現在はこの価格なのかなと思いますが、これもね、11月28日かにの夜中に気づいて、だから何時から販売されたかわからないですけど、ギリギリ買えました。本当はね、ブラックとグレー両方買おうと思ったんですけど、グレーは M 売り切れてて、というか他のサイズももうすぐ売り切れてたかな。ということで、グレーもね、一応持ってるんですよ。グレーはも2010年とかか、まあ同じぐらいに買ってるんですけど、まだなんとかくたびれずに着れそうなので、でももうこの機会に買っとこうと思ったんですが、今回は買えずですが、とにかくまあブラックのピザジップフーディーが買えたので、この冬は多分多用して多く着てると思いますが、喜んで、はい、楽しい冬になりそうです。走行でした。さよなら、バイバイ。